はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。10月の31日日曜日ももうね、6時40分なんでね、これ撮ったら今日私は終わりでございます。時事 .com ね、面白い記事見つけましたよ、さっきのあれに続いて。今日の18時30分やって10分前に出た記事ですこれ。天平永田町というシリーズで、乾杯の小石川連合の三者三様というタイトルですね。史上初ずくめの 10.31 衆院選が終盤戦を迎える中、永田町は先の自民党総裁選で本命視されながら、岸田文雄首相（括弧総裁）に完敗した河野太郎広報本部長と、河野氏を支援した小泉進次郎前環境省、石破茂元幹事長によるいわゆる小石川連合の次を見据えた政治行動が注目の的だ。まだ注目されてるだけええやんってことですね。衆院選の結果次第では11月以降の政局混迷も想定され、その場合は河野氏ら3人の動向が新たな党内権力闘争の鍵を握る、かっこ自民 長老と見られるからだ。河野、小泉、石破3氏は長期にわたった安倍菅政権下の各種世論調査での次の首相候補の人気番付で常にトップを争い、岸田首相は下位低迷が続いていた。それだけに人気トリオが手を組めば負けるはずがないとの思い込みによる安易な総裁選戦略、かっこ自民幹部が個別議員に対する多数派工作の手抜きにつながり、人気者ゆえの上から目線、かっこ若手が大派閥幹部をはじめとする多くの議員の反発と離反を招いた末の完敗だった。その後の3氏は河野氏が党700末席の広報本部長、700末席なんですか、やっぱり広報本部長、小泉石破両氏は無役で実質的な冷や飯食い生活、もちろんそれぞれの立場で未来を見据えるが、政治的には三者三様（括弧閣僚経験者）というのが実態だ。河野氏は岸田政権発足後の世論調査でも次期首相候補のトップを独走し、選挙応援でも引っ張りだこでポスト岸田の本命（括弧同）の立場を確保。一方、国民的スターだった小泉氏は人気低落が目立ち、最強の応援弁士の評価も失われつつある。さらに石破氏は可能性がある限り総理総裁選への挑戦は続けると執念を見せるものの、石破派からの離脱者続出などでもう終わった人過去自民長老との見方が広がるなど、3氏の間で明暗が分かれていると。まあちょっとその後も続きますけども、小泉氏は、ちょっと飛ばしましたね。小泉氏は5日の環境省退任時に見送る職人を前に目を潤ませた。菅義偉、前首相の退陣表明の際に続く涙のパフォーマンスだったが、党内からはリーダーを目指すのなら涙は禁物、括弧自民長老との批判が相次ぎ、完全にメッキが剥がれた。次どころか次の次も怪しい。自民長老との厳しい声も広がる。まあまあね、太郎ちゃんはね、今これから同金掛けするんですって、広報本部長で。それは麻生氏がですね、それはあのまず同金掛けに徹すること、それが次につながるって言って、同金掛けは、まあ、自分のところの派閥の人間ですからね、太郎ちゃんは。最後ね、岸田政権では小石川連合に加え、菅前首相、二階俊博前幹事長の冷遇が際立ったため、永田町では冷や飯グループの反転攻勢で二階派と菅グループが合流し、小石川連合も取り込むとの物騒な噂が飛び交う。それが物騒なんですか、負け組連合ってやつですね。そのこと自体が冷や飯組の立場の厳しさの表れ、各麻生派幹部ではあるが、首相の前途も決して平坦ではない。それだけに衆院選の結果次第では、その直後からポスト岸田への新たな党内権力闘争が始まる、各自民幹部と予測する向きも少なくないということで終わってますけども、まああの
小石川連合ね、あの総裁選の前半ではですね、いけるでこれ、河野太郎ちゃんやみたいな、あの党員票でですね、ガーンと差がついてですね、その勢いで、勝ち馬に乗りたい自民党の議員票を集めて、それで圧勝しようぜという勢いでしたね。第1回でですね、その過半数を取ればですね、第2回はないわけでして、第1回で行こうぜという勢いでしたが、残念でしたね。第1回でも1位さえ取れなかった。確かそうでしたね。で、第2回の議員票では、高市より少なかったに違いましたっけね。第1回の議員票でしたっけ？高市より少ないかな。なんかまあ、割合格好がつかん負け方でしたね、河野太郎ちゃんは。で、まあ、河野太郎ちゃんだけは選挙本部長、選挙本部長、じゃあ広報本部長という、まあ、7役の末席ですけども、石破さんは何もなしで、派閥17人か18人だが、今も15人ぐらいになってますね。で、今後も抜けていくだろうし、何人かは選挙で落ちる可能性もありますね。でやっぱり一番ね、株落としたのはね、小泉進次郎でしょ。元からね、ちょっとこいつパンプキンヘッドちゃうかってこういうふうに言われていたのがですね、数々の失言でパンプキンヘッドがバレていたのがですね、さらに涙見せたりとかですね、まあ、ちょっと軽いなこいつみたいな、そんな感じになって、でこれはその普通の大臣やっててもね、おバカなこと言うてるわけであって、総理大臣の器ではないんちゃうかというふうに、すっかりこう化けの皮が剥がれたというか、メッキが剥げたというか、地金が出てしまったというか、そういう状態になったんではないかなと思われますね。だから長老が言う通りですね、次どころか次の次も危ないと。つまりもう総裁レースから抜け落ちたんではないかというふうに言われていますね。今無役です。で、今日のですね、選挙結果次第ではですね、何人か大臣が落ちそうなんですね。大臣落ちたらですね、留任っていうわけにもいかないんで、代わりを入れなあかんわけだって、まあ早々の内閣改造、ミニ改造になると思いますね。上がった方はそのまま留任になると思うんですけど、であとですね、二階さんはいいんですけど、これ甘利さんがですね、選挙区落ちるかもしれないですね。まあまあまあ、行くでしょうけども、仮に選挙区落ちて、まあ、比例区で上がってくるんですけど、上がってきても、その選挙区で落ちた人を幹事長にするというのは、まあありえないと思うんですね。だから当然、ご自身で辞職されるでしょうから、誰次幹事長って話もありますね。だから甘利さん落ちるかどうかって、ものすごいね、ものすごいね、すごい、あれですよ、一番の見どころかもわかりませんね。落ちるというか、小選挙区で落ちるかとかね。もう、議員バッジを外すということはないでしょうけども、小選挙区勝てへんかったら、幹事長もそんな幹事長、そんな幹事長おらへん、いらんわ、みたいになるわけでしょ。それが面白いですね。あと、小泉進次郎はもう、応援にも呼ばれてないと。まあ、河野太郎ちゃんはね、応援に呼ばれてるようで、ですね、まだ行きと。で、石破さんももう終わった人ですね。これから多分もう役職に就くこともないし、閣僚に起用されることもないんじゃないですかね。よっぽどのことがない限りは、仲間少ないでしょ。で、この小泉進次郎と、このあれですね、小泉進次郎、菅さんとかですね、二階とかですね、まあ、太郎ちゃんがね、まだ河野太郎ちゃん目が残ってるんでね、太郎ちゃんが総理になった場合には、総理総裁になった場合には石破さんの起用はあるかも分かりませんけども、もうご年齢もそんなに若くはないわけであって、もう過去の人というこう印象が強すぎますね、この人ね。なんでまあ、なんとかね、生き残ってるのは太郎ちゃんだけということになって、まあ、太郎ちゃんね、ちょっと偉そうなお人柄がですね、今回災いしたんでですね、ちょっと謙虚になられてですね、まあ、雑巾が検定すればですね、広報本部長も、何かこう残されればですね、まだあるかなと。
まだあるかなというね。で、今日、もしかして、岸さんの自民党が40議席以上減らしたらすぐ政局ですからね。どうすんねみたいな話ある。でも、太郎ちゃんということにはならないとは思いますけどね。はい。ということで、この g.com のですね、サイト貼っておきますんで、途中読み飛ばしたところがありますんで、全部きれいに見たいという方は行ってみてください。はい、どうもありがとうございました。